天皇、皇后両陛下は12日、能登半島地震で甚大な被害を受けた石川県を再び訪れ、被災した人たちを見舞った。地震の傷跡も生々しい商店街を歩いた天皇陛下は、再開した美容室からガラス越しに手を振る町の人たちに気づき、突如ルートを変えて雅子さまと一緒にドアの前に立った。目の前に立っていたのは天皇陛下と雅子さまだった。開いたドアの真ん前、 数センチのところに天皇陛下と雅子さまが立っていらっしゃって、お二人が歩いて来られた店の前の道路は、地震で凸凹して瓦礫もあるし、と頭が真っ白になりました。そう話すのは、天皇陛下と雅子さまがお見舞いに訪れた穴水町で、美容室を経営する女性49だ。能登半島地震で20人が命を失い、6,000棟余りの建物が被害を受けた道長。 東京から特別機と自衛隊のヘリコプターを乗り継いで到着した両陛下は、多くの建物が倒壊した商店街で、吉村高基町長から被災状況などについて説明を受けた。女性の美容室も、店の大きな窓ガラスが割れるなど、少なからぬ被害が出た。店で営業ができなくても、町の人たちのカットができないかと避難所に足を運んだが、設備がない場所ではできることに限界もある。 避難所では何度も、店を開けてほしいと声をかけられた。家屋や店は壊れたまま、コンクリートのがれきが散らばるちそれでもかつての日常をわずかでも取り戻したいと、水道が復旧した2月1日から美容室を再開することにした。通りに面した大きなガラスは割れたまま、修理の依頼はしているが、なかなか順番が回ってこず、ブルーシートで塞いで雨風をしのいでいる。 それでも、美容室の青と赤、白のサインポールが回っていると、ホッとする。そんな町の人の言葉を励みに、営業を続けてきた。ドアを開けると、陛下と雅子さまが、天皇陛下と雅子さまが町を訪れた日も、馴染みのお客の髪をカットしていた。ドアに近い大きなテーブルには、同じ商店街で洋服店を営む親子や店の大家さん夫婦が座り、天皇陛下と雅子さま、 見えるかな、と話をしていた。吉村町長の説明を聞きながら、陛下と雅子さまが歩いてきた。両陛下は、店の前にある横断歩道を渡り、バスに乗る予定だった。近づいてくるお二人に向かって、店内からガラス越しに、お客たちが大きく手を振った。それに気づいた様子のお二人は町長に何か話しかけ、町長もうなずきながら点を指さした。そして、 町長々が美容室に歩み寄ってきて引き戸のドアを開けたドアの数センチ先には天皇陛下と雅子さまが立っていたカット中だった店主の女性も店内でベンチ椅子に座っていた大屋さんや知人らも意外な出来事にそのまま動けなかったお二人同時に大丈夫でしたか大丈夫でしたか天皇陛下と雅子さまの声が重なった我に帰った店主の女性は 両陛下が立つ店雅てて子さまは大きくはないがゆっくりと聞き取りやすい声で尋ねた。いつからお店を再開されているのですか ?2 月にお水が来たので2月から再開しています。答えた女性に雅子さまはこう返してくれた。大変でしたね。体に気をつけてやってください。雅子さまの隣で陛下もうんうん。うん といった様子で頷いている。